しこれがグラハムが見ていた世界か。なんて不平等。力ある者がこのような素晴らしい世界を生きていたのか。しかし今全ては解決した。全ては平等になったのだ。これでも誰も苦しむことはない。誰も思い患うことはない。もう誰も。なんだこの音は。バカだ。システムは完璧だったはずだ。どんなシステムにも揺らぎはある。特にこのバベルはエネルギーの極大と極小の差が激しく、しかも距離がほとんどない。そのようなものに安定という言葉はまさに神の御心なくしてはありえんのだ。バカな。私は神に愛されている。この両手を見ろ。この両手こそがその証だ。不自由を背負った私が今ここにいるのも、神が私と共にいたからこそだ。そんな私が今ここで見捨てられるはずはない。私は神の国を作ろうとしているのだからな。神の御心は深淵だ。その心は誰にも分かりはしない。バカな。私は信じない。私が見捨てられたなどと。どうやら早く逃げた方が良さそうですよ。そうだね。だがバベルがあれを止めなければ。無茶です、綱川さん。あれを止めなければ。何のためにここに来たのか。何のためにシナフジが死んだのかわからなくなる。だから止めないと。足では無理です、ご主人様。逃げましょう、掃除さん。先生君は逃げたまえ、綱川君。ここはこの老兵一人で十分だ。グラハムさん、どういうことです。大丈夫だよエマ。心配してくれてありがとう。綱川君、私がここを引き受けよう。それが私の役目なのだ。もう時間がない。急がねばバベルの塔が完成してしまう。暴走したバベルは全ての力を飲み込み、全てを消化してしまうだろう。全て私の責任なのだ。私の罪は私自身が償うしかあるまい。それに再びあの中心に近づくのは精神派を見られる私にしかできないことだ。これも全て神の廃材だろう。グラハムさん、僕はあなたに感謝しなければならない。何もできない僕に力を与えてくれたのはあなただった。今の僕がここにあるのもあなたのおかげだ。私は何もしとらんよ。全て君自身が決断したことだ。エマを頼んだよ。わかりました。出口はどこだ？どうやらこっちのようですよ。じゃ、急ごう。なんだこの倒れている兵士たちは。あれってあのロボット？すごい。メタコだ。エクストラのみでは。まさか終わったようだな。全て荒山、何をしにここに来たんだ。ツナカワ、お前にとっての正義とは何だ。今ここにいる理由、それ以上のものでもそれ以下でもない。そしてもう必要のないものだ。俺の正義とは守ることだ。今という時間を。今？全てはあまりに早すぎた。ここも軍も、そしてエクストラという存在も。その強大な力は我々の今を歪めてしまう。俺はそれを防いできただけだ。荒山、なぜここで今になってそれを。さてどうしてかな、自分でもよくわからん。最後にお前の意思を知りたかっただけかもな。最後？お前はシナフジの遺言を果たした。それについて一応見直しておこう。あとはお前のその3人の娘たち、その力をもう一度確かめさせてもらう。正気かアレマ。至って正気だ。エクストラは全て消えなければいけない。正義は強者しか語れない。俺とお前の正義、どちらが正しいか、それを確かめるのだ。お前たち。ご主人様は見ててください。太陽頑張るから。あいつなんかコテンパンにやっつけちゃうんだから。さあかかってこい。砂川の娘たちを。はあ、どうしたお前らの実力はそんなものか。俺が言ったことをもう忘れたか。なんでもない。俺が弱いだけさ。綱川、俺を殺せ。殺さなければきっと俺はお前たちを探し出し、また同じことをするぞ。荒山さん、なぜ途中から動きが悪くなったのですか？何か体の奥をかばっているような動きでした。お前たちの目はごまかせんか。シナフジの癌細胞を自分に移植したんだよ。動きが悪く見えたのはそのせいだ。エクストラの動きをすると細胞が活発化するからな。なぜそんなことを。干渉だ。ただのくだらない干渉だ。原山。さあ、俺を殺すといい。死んでどうなるって言うんだ。やはりお前はアマちゃんだな、綱川。子供は早く家に帰れ。ここからは大人の時間だ。荒山さん、ありがとう。死というのは負けることだ。正義は勝ってこそ正義だ。俺は間違ってるかい、綱川。軍の勝利部隊か。俺に似合いの墓場だ。になって思うのは、なんだあれは。化け物め、撃て撃て。あいつのかわいそうなやつ。本当にいい女、いい人間だったのに。勝って正義を通すためについてきたこの世だが、負けてあいつのそばに行くの悪くない。だがシナフジ、この建物もうやばいな。揺れが結構ひどくなってきた。それにしてもどこから逃げるんです。来た道を戻るわけにもいかないでしょう。あ、それにできれば足も用意したいところだね。ヘリか何かあればいいんだが。綱川さん、ヘリ操縦できるんですか。できるとはお世辞にも言えんね。誰かできる人間を捕まえる方がいいだろう。じゃあヘリポートですか、目的地は。そうだね、どうやらこっちのようだ。行こうか。手を貸してくれ、クラニク。はい。どっちだ。こっちだ、クラニク。ヘリポートだ。待て、どうしたんですか。誰かいる。スパッと。もう終わりだよ、スパッと。もうお前にも僕にもやれることはないんだ。スパッと。させるものか。バカな男よね。人のことを考えず、人のことを愛するなんてできるはずがないわ。エレン。さようなら、スパッと。愚かな男。でもこの愚かな女にはお似合いだったのか。エレン。ステラ、私もようやくそっちに行くことにするよ。黙って繋いでくれる指先から伝わる気持ちが痛いほどに胸を締め付ける。数えきれないくらい重ねたキスの意味も聞けずにそっと祈るようにあなたに口づけた。湿った空気を吸い込んで切なくなる朝も「あなたが探し求めていたのきっと私が見つけてみせます。たとえ何年かかろうとも生き続け答えをきっと見つけてみせます。よかったんですよね。さてね、何が本当に良かったのかなんて受け取る側にしか決められない。この世には正しいことも間違っていることもないんだよ。ただ現実と解釈だけがある。うん、そうだな。誰も悪くなかった。でも誰も正しくなかった。良かったなんて言えないかもしれないけれど、だけどこれもハッピーエンドなんだ。そうなんだろうね。そうそう、そういえばその当事者の綱川くんの姿を最近見ないんだが。ああ、綱川さんたちですか。旅行に行ったらしいですよ。南の島へバカンスにね。楽園だな、ここは。いい気分だ。何も望まず、ただ日々をあるものを過ごす。これも一つの幸せの形なのかもな。宗次さん、いつまでここにいるの？なんだ、もう飽きたのか。しょうがないな、エマは。だって宗次さんずっと寝てばっかだし、遊んでくれないじゃない。しょうがないな。体の調子はどうだい？バッチシ。トウカとサユは？トウカは木陰で本を読んでる。サユはお昼寝。なるほどな。そしてエマは退屈を持て余したっていうわけか。そう。面白いことないかな、宗次さん。散歩してるだろ。散歩だけじゃやだよ。もっとなんか楽しくて面白いこと。わがままだな、エマは。だってそれが私なんだもん。そうだな。その通りだ。だから庄司さんは私と一緒に遊ぶのよ。しょうがないな。それじゃ何して遊ぶ？スキューバ？それともどうしようかな。